エンポリアムは、タイのバンコクとクローントゥーイクにある高級百貨店とショッピングモールの二つを合わせた複合商業施設。正面のエムクオーティエと現在建設中のエムスフィアを合わせた、総面積は65万平方メートルに及ぶ。1997年7月27日に開業。タイのモールグループ財閥が所有する9番目の商業施設である。 地上7階、地下1階の構造。ホテルのエンポリアムスイーツとエンポリアムタワーを併設。2015年に建築デザイナーのボイファルズによる内外層すべてのリニューアルが完了した。サイアムパラゴンやエムクオーテーと同じ会社の所有であり、その直接の競争相手はセントラルグループである。どちらの会社もカルフール、テスコロータス。 それにビッグシーなどのハイパーマーケットの経営者とともに、バンコクをショッピングモール天国に変えていった。施設内には、シネマコンプレックス、書店、両替所、ファッション店、ヘアサロン、雑貨屋、食料品店、スーパーマーケット、そしてたくさんの高級レストランがある。創業時1997年のタイは、アジア経済危機の最中にあったが、 タイ人富裕層の海外旅行が減少して、物価の安い国内での消費に集中し、また外国人在住者の顧客を多く獲得する要因となった。今も日本人や欧米人が多く住むバンコク、中心部エリアにあるため品質の良い店や商品が多く、現地の富裕層や世界中からの観光客が多く訪れる。タイ人及び滞在中外国人向けの会員カード、 エムカードと旅行者用のツーリーストカードが提供されている。正面にあるエムクオーティエとの間には BTS スカイトレインの線路が通っており、高架下の敷地を合わせた広いイベント会場では季節に合わせた装飾や無料コンサート、また王室関連のイベント等が開催される。ザモール系列百貨店の共通会員カード。無料で店頭やスマートフォンでの申し込みが可能。 スマホ向けアプリケーション、マックカードは、店外からの申し込みや、これまでに集めたポイントの確認もできる。ザモール系列百貨店で、利用可能な商品券。期限はなく、使用時にお釣りが出ない。販売価格は1000バーツの1種類のみで、インフォーメーションカウンター等で購入できる。ザモールグループ直営の家電ショップ。パソコン、携帯電話、デジタルカメラ。 音楽プレイヤーなどのデジタル家電からテレビ、オーディオ機器、冷蔵庫、洗濯機など家電のすべてが揃う。エンポリアムでは日本メーカーの商品ラインアップが充実。デモ機の展示やアフターサービス専門のカウンターもある。楽器やゲームなどの娯楽品、給湯器やシャワー装置などの生活用品もこの売り場で販売している。場所は スクンビット通り沿い24の入り口にあり、ベンチャシリ公園と並んでいる。BTS の線路を挟んで、正面の M クオーティエと向かい合って立地している。建設中の M スフィアの完成と同時に、BTS プロムポン駅周辺を改築して、ベンチャシリ公園とエンポリアム、M クオーティエが連絡通路でつながる、M ディストリクト計画が進んでいる。 BTS スカイトレインのプロンポン駅より徒歩0分。駅前から直接つながっている。最寄りのホテルはエンポリアムスイート、バンコクマリオットマーキスクイーンズパーク、ヒルトンスクムビットバンコクなど。周辺には外国人が住むコンドミニアムやサービスアパートメントも多く、それぞれのシャトルバスサービスの発着場としても利用されている。ありがとうございます。